イーウェブアウト留学センターのおうちです。今回はハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジの学生さんの後期宮田さんにインタビューをしていきたいと思います。自己紹介をお願いします。宮田後期です。現在どんなクラスを履修していますか？で、履修している教科は英語とホスピタリティの授業とハワイアンスタディっていうハワイの文化とかを学ぶ授業を履修してます。留学中に起きた一番嬉しいエピソードを教えてください。で、一番嬉しかったのは KCC のアメフトのなんかチームみたいなのに入って、日本人が僕一人だけやったんでめっちゃ楽しかったです。